それでは今から始めさせていただきたいと思います。最初に申し上げますが、もう開会式も終わりまして、オリンピックも始まっております。そういう中で特にオリパラ事務局さんも運営のこと等々で本当に一番大変な時期だと思います。私たちも今アスリートの方が必死に戦っておられますので、オリンピックの開催の是非をどうかとかですね、そういうふうな批判をするつもりは全くありませんし、そういう場ではこのヒアリングはありません。ただアスリートの方、オリンピック関係者が安全安心に、オリンピックを、過ごされるためにどうサポート私たちがすればいいのか、またそのことによって今東京などでも感染がかなり拡大して医療も逼迫しているということもありますので、東京都民、日本国民の、安全安心を守るため、そういうためのヒアリングにさせていただきたいと思います。まず冒頭、原口愛子からご挨拶いただきます。お疲れ様です。いよいよ五輪が開幕をしました。陛下の前でですね、お座りになっている首相の姿、この五輪にかける思いとは裏腹に、やっぱり国会に首相が出てきていただいて、そしてちゃんと全国の皆さんに説明をすると、私たち憲法53条で国会の召集要求をしています。ぜひまずこの辺に答えてもらって、感染対策についても会見でやるんじゃなくて国会で国民に向けてメッセージを出していただくように冒頭お願いをします。これ何回も出してきましたけども、このデルタバリアントのこれインドの状況です。あっという間に広がりました。もう全国で5000人を感染者が超えて、そして国民が医療を受けられずに亡くなると、こういう状況は決して容認できるものではありません。またアスリートについてもですね、日々感染が報告をされており、これ熱中症も含めて世界から来てくださっているアスリートの健康、そして感染対策、そういったことについても万全を期してほしい。バブルということをおっしゃっていましたけれども、なかなか それも完全ではない。非常に厳しい東京の状況を見ると、私たち国民に安心の材料を与えてほしい。他方で経営が成り立たず、雇用が成り立たず、苦しい思いをしておられる方々もおられますので、今日は政府の皆さんにこの開幕した五輪の状況、そして感染対策、またあれほど子どもたちを動員しないでくださいということをお願いしてましたが、夜遅く子どもさんが出ておられると、こういったことについてもやはり五輪の精神、人権をですね、人間の尊厳と自由、平和、このことを踏まえた五輪にを目指してほしいということを申し上げて、冒頭の挨拶にしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。厚労部会長であり東京選出議員でもある長妻さんの方からもご挨拶いただきたいと思います。はい、いつもお世話になります。私も東京都民の一人として、国会議員として申し上げたいのは、最悪の事態を避けてほしいと、あるいは最悪の事態を避けるために我々も全力を尽くすということであります。最悪の事態というのは、助かる命が助からなくなる、入院すれば助かったのに入院できないと、この事態が刻一刻と深刻な状況を呈しております。今お手元にもお配りがされていると思いますが、7月14日の時点で、これ明日また最新のが発表されるらしいんですが、今日の時点で最新の国のデータとして、病院入院調整中東京で124人おられるんですね。つまり自宅等でですね、入院すべきと判断されたけれども入院先を探しておられると、こういう方々であります。で、危惧されるのが今週相当数増えるんじゃないのかということで、入院すれば助かった方がですね、入院できないことで命を落とすということがこの東京で発生したらばですね、本当にこれは大変なことになる、今発生しつつあるというふうに理解をしております。何しろベッドの広域調整、確保調整、県をまたいだですね、調整、これ急がれるわけでありますし、あるいはリソースの面でいうとですね、コロナの患者さんを見ている医療機関からオリパラにですね、ボランティアで派遣されている医療関係者、これは必要があればですね、直ちにちょっと速やかに現場に戻していただきたいと、こういうような諸々のことを、お願いをしているところで、あります。
そしてですね、先週土曜日、TBS の報道特集という番組見ておりましたら、これもちょっとびっくりいたしました。15分ルールというですね、入国後14日以内でも15分であればどこに出かけてもいいよというルールにもびっくりしたんですが、それのガイドラインについてですね、警備の方々に、まあ、60分経っても帰ってこなければ緊急連絡先に連絡してくださいと、まあ、60分という一つ容認するようなですね、マニュアルがあったという報道もありましたので、これもとんでもない話だと思います。繰り返しですけれども、一般の方は新規入国したら14日間これ待機ですから、誰にも会えないわけでありますので、これ真面目に守ってるわけでありますから、例外を設けている限りですね、そういうことも穴を塞いでいただきたいと。そして同じ番組でも、あの食品の廃棄の問題、無観客になったことで相当数の数千ですかね、お弁当が繰り返しですかね、廃棄されている。しかも賞味期限前に廃棄しろと。で、私も以前行ってまいりましたが、今毎週土曜日ですね、都庁の足元で、NPO 団体がですね、ホームレスの方などにお弁当を配るボランティアをやっていただいて、だいたい毎回300人以上の方が来られる。リーマンショックをはるかに超えた人数です。どんどん増えてます。ですから、そういうところにですね、回すということがなぜできないのか、あるいは余ったことが表に出ると問題になるから、まあ、分からないうちに廃棄されているのか、いろいろなことがありますが、いずれにしてもですね、ぜひしっかりと万全を期してほしい。最悪の事態を蔓延させないように我々も取り組みますので、皆さんの方も危機感を共有していただきたいということで、挨拶に返させていただきます。どうもありがとうございます。それでは、お役者の方も大変お忙しいと思いますので、3時には1時間きっかりで終わらせていただきたいと思います。続いては順番に、まず質問通告させていただいておりますが、9、10、11、12、今長妻さんからも話がありました、まあ、15分ルールならぬ1時間ルールですね。今お話がありました報道特集2ページ目にちょっとテレビ画面を社メール取らせてもらいましたけれど、2020年大会関係者ホテル入隊管理業務マニュアルということで、ここに、そういうのが報道をされておりました。つまり、まあ、15分ルールがあるけれど、60分を経過したら、緊急連絡先等に連絡して、まあ、警告等をやると、まあ、逆に言えば60分以内だったら警告とかの対象にもならないという、15分ではなく1時間自由に外出できるという趣旨の内容でありました。このことについて、9、10、11、12、順番にお答えをいただきたいと思います。まあ、私たちがこれにこだわっておりますのは、これ東京がどん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 感染拡大してるんですね。今保健所も大変だと思います。今日は岸先生もご視聴いただいております。自治体の現場も大変です。そういう中で入国初日から自由に外出できるんであれば、これはもうどん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 お互いが感染拡大、日本人にとっても外国人にとっても不幸なことになりかねませんので、お聞きしたいと思います。まず9の質問は、15分ルールの案内板は撤回されたそうで、朝らしい案内板がここに今日配布しておられます。でこれちょっとびっくり仰天なのが、日本語版は出していただけないと英語を読んでくれということで、まあ、このことの説明、それとこの報道特集でも報道されましたマニュアル、警備員マニュアル、1時間以内だったら警告はないという、そういう趣旨のマニュアルを出していただきたいということ、それとこの15分ルールに関しては多くの報道によって、そもそも15分記入してる人は少なくて、多くの外国人が記入せずに自由に外出しているという指摘もありました。そのことについて9から12までお答えいただければと思います。よろしくお願いいたします。オリパラ事務局でございます。よろしくお願いいたします。まず、ご質問の、9番でございますけれども、例えば山根先生から、お話ございました通り、本日お示ししてございます、案内板、こちらを、7月22日に、従前、15分以内というような記載のあったもの
を、撤回しまして、その代わりといたしまして、各宿泊先、指定の宿泊先に、配布しているものでございます。で、内容といたしましては、内容といたしましてはですね、14日以内 の待機期間中といいますのは、その移動につきましては専用車両を使ってくださいというお話ですとか、行動計画、こちらに指定されている用務先に行く場合のみ、その外出が許可されますよというようなことが書いてございまして、あと従前ご説明しております通り、その食事につきましては宿泊先 のレストラン、ルームサービス、もしくはデリバリーを利用していただくことが原則で、これができない場合は指定されてますそのコンビニエンスストア、こちらの方で食べ物を購入することができますけれども、その際はその原則といたしまして、警備員、監督者ですね、監督者 その同行を求めるということと、GPS ございますので、こちらをオンにして、オンにしているということと、あと国内の居住者の方との接触を、常に避けてくださいと、それから外出する際にはその、担当者にその お茶ですね、こちらのアプリの、画面を提示していただきまして、警備員がその同行できない場合には、その部屋番号ですとか、その、アクレディテーション その番号、出入り時刻の、記入というのをちゃんとしてくださいというような、内容が、書かれてございます。で、あと、さらに、申し上げますと、その、この、こちらのその案内板にお示している規則に遭遇ない場合には、アクレディテーションの取り消し等々、その厳格な措置が課せられる可能性がありますというようなことで注意喚起がされているものでございます。で、質問の10番ちょっとよろしいございましょうか。質問、ご質問いただきました10番11番、こちら、先ほど長妻先生からご紹介ございました通り、先週の土曜日の報道特集で、報道があったものでございまして、こちら、私も、繰り返し、内容を、見てまいった次第でございますけれども、こちらの、こちらで示されていましたあの中で、あの警備マニュアル、警備員向けのそのマニュアルがあるやに報道されてございましたけれども、こちら組織委員会に確認いたしましたところ、こちらの資料は委託先 その内部資料ではないかと、委託先具体的にはですね、東京、オリパラのですね、競技大会の警備共同企業体というものがございまして、こちらがその、業務用に作成したものではないかということで、現在その、組織委員会から、こちらのその共同企業体に対しまして、この資料 その提供が可能かどうかも含めまして、紹介をしているところで、ございます。で、次に12、ご質問の12番でございますけれども、こちら、この外出 その時間等々 その記入でございますけれども、組織委員会に確認いたしましたところでは、その外出する五輪確認関係者、こちらにつきましては、先ほど その案内板にもございましたけれども、OCHAというあのアプリがございますので、こちらの方でそのまず入国後、14日経過しているか否かを確認した上でですね、14日経過していない方につきましては、この外出の、規制がかかりますので、そちらの方につきましては、退出した時間、戻る時間等々 その記載をさせているという回答をいただいているところでございます。12まで以上でございます。このルールって、その本国を出てですね、日本に来るときに、日本に来たらこんなその行動制限があるというのを、アスリートの方々、ご存知だったんですかね。私はこういう状況だったらね、ストレスもかかるし、行きたくないんじゃないか、行くのやめたんじゃないか、いろんなアスリートの方々からもメッセージが来てますけど、そもそもなんでそのトイレが5人に 1つしかないんだ、あるいは段ボールのベッドで、とても自分は体重が
大きくて寝られないんだから床に寝てるとかですね、あれ発注どうやってやったのかちょっと2つ教えてください。今おっしゃったことは出国するときに、つまり本国を出るときにアスリートの人はこういう14日間の免除だからこういうことになるということを知って出てきたんですかね。まず、ご指摘の、点につきましては、今回特にご紹介させていただいている外出の関係につきましてはですね、プレイブック、こちらの方に、記載がございまして、その点につきましては、選手の方、それから、選手の方以外の大会関係者の方も、こちら の, そのプレイブックの内容を、ご理解、いただいた上で、日本に来ていただいているというふうに、承知してございます。プレイブックにこんなこと書いてありますか。逆に言うとね、選手団によっては選手村をもう出てホテルに移ったところもありますよね。とてもちょっとこの選手村ではやっていけないということで、今回、お示ししてございます、案内板、こちらにつきましては、大会関係者の方の宿泊先ということでございまして、報道にございますように一部 の, その選手団が、選手村以外の宿泊先に取られたという、報道ございます、実際に、そうされているようでございますけれども、そちらの、方と の, その、どういったようなやり取りがあった等々につきましては一旦組織委員会の方にも確認をさせていただきたいと思います。段ボールの発注書は教えてもらっていいですか。出してもらって確認させていただきます、はい、ありがとうございます。この新たに明らかになった警備員マニュアルのこの1時間ルールですね、1時間以内だと警告もしないという、これについてはぜひですね、今日5時までにこちらの国体の方に出していただきたいと思います。なぜならば、これは非常に根幹に関わる問題なんですよ。菅総理は厳格な感染対策を防止対策をするということの目玉としてバブル方式、バブル方式というのはオリンピック関係者と日本人が交わらないんですって言ってたわけですよ。そんな中で15分ルールがあって15分自由に外出できるのはとんでもないとなったところに、実は15分どころか警備員のマニュアルでは1時間は警告されないということになったら、菅総理が日本人とオリンピック関係者交わらないと国民に説明してながら、現場では1時間以上は自由に出歩いてホテルでいいですよと、入国初日からと、これ1時間あればですよ、相当のことできますよ、1時間あればね、レストランで食事したり、タクシーに乗ったりしたら、これもう観光も行けちゃうかもしれないし、そういう意味では内部マニュアルで済む話ではなくて、菅総理や政府がバブル方式で説明したことが、言葉きついけれど、やっぱりそれ事実と異なるんだということになりますので、それは私たちもこれだけ東京で感染拡大しているわけですから、そのことはね、リスクとして確認しないとダメですので、ぜひ5時までに出してください。すみません、そこでさっきほら警備の事業体とおっしゃったんですが、どういう企業がなのか、警備会社名とかちょっと教えてほしいんですよね。結構コロナ関係ってそういったところにこう、下請けに出して、どういった企業なんですか。私は先ほど報道を確認しまして、報道の中でですね、そのマニュアルの、その表紙ですかね、表紙にクレジットがありまして、でそれを踏まえて組織委員会の方に確認をさせていただきましたところ、警備 の, その事業体ということで回答いただきましたので、引き続きちょっと詳細をですね今確認しておりますので、また機会を改めまして、適当じゃなくてもいいんで、どういう事業体でね、でどういう契約、すなわちプレイブックを遵守することとかね、そういうのはどんだけね向こうにその委任されてるのか、あとはその委託費どのくらいの形でやってるのか、そこら辺後で資料で出してください、はい、詳細を確認させていただきます。さっき冒頭で説明いただいたことはちょっと本質のことが入ってないんですね。つまり今の説明だと、報道でもありました、画面に出てます企業体というふうに下にクレジットが出てますが、ということは組織委員会はこのマニュアルを知らずに勝手にこの警備のですね、委託した先が
60分ルールを勝手に作っていたと、こういうような趣旨で説明されたというふうに受けたんですが、ここ確認してください。これ知っていながらなのかどうなのかということと、あともう一つ重要なのは、このマニュアルによるとですね、60分経っても帰ってこない場合、緊急連絡先に連絡してくださいと。つまり緊急連絡先に連絡した後どうなるのかですね。そこで、まあ、2時間ぐらいならいいやとなるのか、あまりにも VIP の場合はほっとくのか、このホテルはの場合はちょっと VIP が泊まってるからほっとくとか、まあ、どういうプロセスになるのかというのはですね、繰り返し言ってますが、一般の方は2週間誰とも会えないんですよ。で、特定の国からは10日間ホテルに缶詰で、本当に精神的に参ってる人も多いわけで、真面目に守ってるわけですので、この即日その日にですね、1時間以上外出してお咎めないっていうのは、これはどう考えてもありえないわけです。で、今日ちょっとここの質問には入ってませんけれども、もう一点同じように、お弁当の話ですね。これも賞味期限前にですね、数千食がですね、相当何回も何回も廃棄されていると、まあ、いうようなことについてもですね、事実関係となぜそれを有効に活用しないのかも後で教えていただければと思います。お弁当の件は質問8に入ってますので、合わせてそれもお答えください。まず、ご指摘がございました警備、企業共同体の件、詳細を今確認しているところでございますので、至急、確認いたしまして、回答を差し上げられるように、したいと思います。で、お弁当の件、こちらも、土曜日の報道特集、ございまして、ボランティアの方々向けの、その、お弁当ですとか、パンの類ですかね、報道ではパンのようなものも、軽食のものも捨てられてたというふうに私確認しておりますけれども、こちらの今組織委員会に確認しておりまして、その廃棄、そのまあ食品のですね、廃棄が本当にされているのかどうかという状況につきまして、今確認を組織委員会としてもしているところでございます。で、組織委員会といたしましても、その発注数自体がその適切なものになっているのかというのを確認する必要があるという認識を持っているというふうに伺ってございます。確認したいんですけれど、まあ、土曜日こういう1時間ルールという警備員マニュアルという報道がされたと、それでまあ私たちも今確認をしているわけなんですけど、ただこの1時間マニュアルがそんなものはないと、虚偽であるという、そういうふうに否定はされないわけですね。1時間ルールの内部マニュアルが、まあ、入手はしてないけどあるらしいということはお認めになるということでよろしいですか。まさに画面に出てございましたように、クレジットと申しますか、作成しているところがその企業共同体そのまま出ておりまして、で、組織委員会としてもその、まあ、実際にその全部お出しできるかどうかというのことも含めまして、今、確認をしているというところにふうに申してございますので、そしてもの自体があるということでを前提に今確認をさせていただいているところでございます。ということは、まあ、残念ながら15分ルールと言いながら実態は1時間、まあ、長妻さんおっしゃったように1時間以上でないと、まあ、緊急連絡先への連絡もいかないという趣旨のマニュアルがあるということはお認めになるわけですね。報道で見る限りでは、そういったような記載があったやに、見えますので、その内容も含めまして詳細を今確認をさせていただいているところでございます。もう一点ちょっと疑問なのは、そのじゃあ1時間この方が外出して1時間経ったかどうかっていうのは、その人が紙に書かないで外出した場合分かんないじゃないですか。で、ほとんどが紙に書かないとも言われているんで、その場合だってホテル自身が14日以内の方なのかどうかっていうのが情報がなくて分からないとおっしゃってるんで、これ書いてる人っていうのは外出している人の何割ぐらいが書いてるんですか。ほとんど書いてないんじゃないですかね。組織委員会から確認して、聞いておりますところでは、お茶というアプリケーションございますので、そちらで、まず、14日本邦に到着してから14日以内か、もしくはその以外それ以降なのかというのをまず確認して、14日以内であれば入隊の、その記録を
取っているというふうに聞いてございますので、14日以内の方については記録を取っているというふうに、承知、認識してございます。報道では声かけをしないというふうな、報道ぶりございましたけれども、組織委員会から聞いているところでは、確認をしているというふうに聞いてございます。そうするとそのお茶っていうアプリの方が14日以内で通るとなんかブザーが鳴ったりして分かるってことですか。監督者に提示を求めているという形でございます。全員外国人の方、外国人のような感じの人には全員出るときにお茶を見せてくれと全員に必ず提示求めているということですか。全員ということではございませんで、大会関係者ということで宿泊されている方には、見せてくださいということで依頼をしているという形でございます。そもそも選手村の、ね、感染対策非常に心配してるんですが、もう関係者っていうだけで140名ぐらいですか、感染が報告されてるんですが、その中の選手村が何人おられるのかで、去年ちょうど感染爆発したときに1月2月、選手村をその代替の措置に村にしようという案があって、当時の総務大臣と話したんですね。ところが感染対策がトイレがあれだったり、それからダイニングが一緒だったりして、これは無理だということだったんです。でもちろん感染した人をそこに宿泊してもらうのが無理だということで、選手村自体が無理だという結論じゃないんですけど、しかしこれだけ感染が出てくると選手村の作り自体が大丈夫なのかということが一つと、厚労省も来ていただいているので、私東京都の調査の行政検査の数があまりにも少なくて陽性率が高い。で昨日なんか日曜日なのにこれだけの数が出てるということで、どれぐらいのその変異株の調査がされているのか、それから医療の逼迫率はどうなのか、厚労省としてどう見ているのか、この2点オリパラ事務局と、それから最後ですけど、これ開会式の時に音楽がどうだ、人権がどうだ、ナチスがどうだっていうことがあって、深刻なその我が国のこの人権状況というか、それを世界に図らずも晒してしまった。で過去やったことは消せないけど、オリパラのその理念に沿ってやりますということを宣誓書か取ってないんですかね。そういう事務局の方々、事務っていうかそういうのに携わる方々、3点教えてください。まず中島先生の問い合わせの関係でございますけれども、この宿泊大会関係者の宿泊先のその行動管理につきましては、先週の22日に15分ルールと言われますものも報道されましたので、こちらを踏まえまして改めて厳格にやっていくという旨の記者会見を組織委員会の方からさせていただいているところでございますので、そちらを踏まえました運用状況も改めて私の事務局の方で引き続き確認をさせていただきまして、機会をいただけましたらご報告を差し上げたいと思います。で次に選手の、はい、組織委員会が公表するしているですね、陽性者のですね、うち、選手村の中なのか外なのかというのはですね、毎日の資料の中で、公表されておりましてですね、7月26日のですね、発表資料の中ではですね、選手村の中が16名、選手村の外が132名ということになってございます。それで大丈夫なんですか、選手村の中におられるわけでしょ、この16名の方は待機されてるわけでしょ。これはすみません、陽性者がですね、発生した場所ということでございまして、陽性者が発生すればですね、当然ながら陽性者用のですね、宿泊療養施設、これは選手村の外にございますけれども、そちらの方にですね、移送されるというふうに承知してございます。選手村の方はそういう宿泊療養施設に入れるんですね。国民は自宅療養の方もたくさんおられるんですけど、選手村から出ることができるわけですね。
ですね、オリパラ関係者の宿泊療養施設につきましては、一般の地域医療に支障をきたさないよう、あらかじめですね、組織委員会の方でですね、選手用についてはですね、選手用の宿泊療養施設というのをですね、選手村の外に確保していると。で、そこにですね、選手村で発生した、選手についてはですね、宿泊療養施設の方はそちらに入っていただくということになっていると聞いてございます。だから選手村から出ることができるわけですね。選手の中ではなく外で宿泊療養施設で療養されているということでございます。このね、これ回収していただいて15分間ルールを変えてもらったわけですけれど、厚労省にも聞いてもらって、すいません、変異株のことについては、すいません、こちらちょっと本日なかったもので、担当者はちょっと来ていないので、ちょっと責任持ったお答えができないんですけれども、医療の逼迫というところにおきましては、先週ですかね、アドバイザリーボードにおいて、東京では、急速な感染拡大が継続していると、入院者数、調整者数の数も、ここにもありますように増加傾向だというところで、このまま増加するということとなると、入院療養の調整の遅れや一般医療も含めた医療の負担が懸念はされるというところでコメントをいただいたところでございます。で、当然埼玉、千葉、神奈川でも感染者数が急速に増加している状況だということでございました。で、ただ重症者病床使用率については概ね2割といったところになっております。重症者も東京ルールで他のルールと違うじゃないですか。重症者のカウントもね、なんでこんなに少ないんですか。国としてどう見てるんですか。国の基準でいうと、検査、国の方で言っているものは、あくまでその重症者向けに確保した病床がいくつあって、でその病床をどのぐらい埋まっているかというところでカウントしています。で、東京がおっしゃっているところについては、おそらく我々はその体制としてどのぐらい準備できていて、それがどれぐらい埋まっているかというふうに見ていますが、個別でその患者さん自身の重症度を見てカウントをしているというところで、こう差が出ているというところでございます。これね、1から5までそのこと質問通告もしておりますので、改めてファクトをもう一回ね、ご説明いただきたいと思いますが、その前にさっきのこの新たなね、回収して15分ルールをこれ変えたというやつなんですけれど、これね、こういったらなんですけれど、まず日本語訳が出てこないというのは変なんですよ、当たり前の話。かつこれ、私もね、読みました、先ほど説明された通りですけれど、非常に失礼な言い方をすればね、後退してるんじゃないかと思うんですよ。なぜかというとね、これ15分ルールなくなりましたよ。15分ルールなくなって時間無制限になっちゃったんですよ。はっきり言って、だから出るときに時間記入してください、帰ってきたときに時間記入してくださいとなっちゃったから、逆に15分の縛りすらなくなってしまったんですよ。これできれば随行してくださいとなってるけれど、先日も言ったように監督者と警備員は英語しゃべれないから随行するはずありませんから、ということはね、やっていただいたことには半ば感謝してるんだけれど、私たちが要望してたのはデリバリー、ウーバーイーツなどを充実することによって原則外に出ちゃダメですよということを英語でやってほしいと言ったのに、外出禁止原則、それだったらもちろんかわいそうだから食べたいもん何でもデリバリー、ユーバーイーツセットしますからと、そういう趣旨でやってほしいと言ったのに、これは逆に15分ルール取っ払って時間無制限で困った時は出ていいですよということになってしまってるんですよね。だからおそらくそうだから、これ日本語訳出てこないと思うんですよ。日本語訳にするとそれがバレてしまうから、そういう意味ではこれは極めて不十分だということは、これ意見として申し上げたいと思います。そうですね、お弁当についてもう一度ちょっとご回答いただけますか。その大量のボランティアの方のお弁当が廃棄されたのではないかということ、質問8です。あと人権のことについても、はい、まずお弁当の報道につきましては、
報道を受けまして、組織委員会でその廃棄が本当になされているのかどうかといったような状況につきまして確認をしているところというふうに伺っております。で、組織委員会といたしましては、その発注のその数自体が適切だったのかどうかというところをまず確認する必要があるのではないかという認識に立っているというふうに聞いてございます。で、次に人権の関係でございますけれども、詳細組織委員会に確認する必要があるというふうに認識してございますけれども、これまで今ご紹介できるものといたしましては、7月の20日に組織委員会で橋本会長、それから武藤事務総長、記者会見を開かれておりまして、今回一連そのお辞めになった方、もしくはそのお辞めいただいた方のがございますけれども、一番最初に話題になられた方に関します記者会見でございますが、こちらの中で武藤事務総長の方からは、この開会式の計画につきましては、そのグループで企画をしていただきまして、それをやるにあたりまして、その中心になる方が仲間を誘うという形でそのグループを形成していただきまして、それをグループとして何て言うんでしょう、組織委員会の方に提出をいただいたので、一人一人の調査をするということが行われなかったということは、事務総長も記者会見で申しておる次第でございます。ちょっと私が聞いたこれがね、外出の15分ルール撤廃して厳格化じゃなくて逆に時間無制限で外出自由に逆になってしまったんじゃないかということに関してはどうですか。これそうとしか思えないんですよ。15分抜けて出るときと帰ってきたとき記入してくださいだから、時間は無制限になってしまったんじゃないですか。逆に緩和されてしまったんじゃないですか。ですね、その点につきましては、まず14日間の待機期間中というのは、こう外に行くというのを許されるのは、行動計画書で認められた場合ですとか、その場合であって、専用車両を、公共交通機関を使わないという意味で、その専用車両を使ってくださいということは、一番最初の、その、なんていうんでしょう、パラグラフといいますか、片裏まりにあるわけでございまして、でその上で、その原則と私のような原則というふうに説明させていただいておりますけれども、大会会場 の、 その食事施設ですとか、宿泊施設内のレストラン、それからルームサービス、フードデリバリーが使えない場合というのは、指定したコンビニエンスストアで食べ物を購入することができますということが書いてございまして、その場合でありましても、その原則としてその警備員の監督者 の、 その同行というのを求めますというようなことがそこに書かれておりまして、いいです、もう警備員はね 4,50 人に1人しかいないから随行できるはずないんでね。ただちょっと時間にも限られるので、この1から5の先ほど原口大校からも話があった感染実態、重症者数、入院者数、そして長妻さんからも話があった入院できなくて、調整中の方、東京で何人か、1から5までお願いします。はい、それでは質問1からお答えさせていただきたいかと思います。五輪の関係者選手の重症者数、入院者数についてでございますけれども、入国者のうち、大会関係者および選手について、これ重症者は発生しないものと伺っております。また大会関係者について、入院者数は現在確認中でございますけれども、いずれも軽症者であると伺っております。なお、選手について、入院者はですね、発生していないものと伺っているところでございます。またホストタウン、事前キャンプにおきましてはですね、承知している範囲で、これまで選手等について重症者はゼロ、入院者は2名が確認されているところでございます。で、次に質問項目2でございます。今日までの合計の、五輪関係者と五輪選手の陽性者と、濃厚接触者の数、そして濃厚接触者で選手村内に滞在している選手は何人ですかという問いでございますと、回答につきまして、組織委員会からはですね、陽性者につきましては大会関係者は53名、選手は16名と伺っているところでございます。
またホストタウンや事前キャンプにおきましては選手等の陽性者は7人で、選手等の濃厚接触者は52名となっております。これ選手村に滞在している選手は16人、はい、あ、そういうことですか。選手村は16人ですよ。あ、はい、濃厚接触者で選手村内に滞在している選手は何人ですか。選手のうちですね、選手村内にですね、おられる方の数ちょっと、今数えますので少々お待ちいただけたらと思います。これ濃厚接触者と認定されても試合に出ることはできるんですか。逆にそのある方から聞かれたんですけど、その濃厚接触者と試合したくないって言ったら試合したくない方が資格取り消されるんですか。どっちですか。質問6、7で、はい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 、それも一緒に答えてください。それでは先に、3番目の方、です、ございます。資料でお配りしておりますが、新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、病床数等に関する調査結果、こちらすみません、7月14日0時時点のものになっております。で、少し古くなってはいるのですけれども、これの、東京都が13番目になりまして、それの一番右側の2列を見ていただきますと、療養先調整中の人数が1305人となっております。そのうち入院先調整中、要は病院に入ることが決まっていてまだ入れていない方が124名ということでございます。これはでかいね。なんでこんな古い資料、あ、もっと新しいの東京都アップデートしてるじゃないですか。ですね、これ毎週、確か古いね。週に1回、水曜日の0時時点のものをその週の金曜日に公表しているものなんですけれども、先週ちょっと連休というところもありましたので、これはもともと準備はしてたんですけれども、都道府県の方に、今日締めで聞いて、で明日、公表の予定となっております。ちょっと今まだ新しいデータはないんですけれども、大きく増えることはなさそうだというふうには聞いています。ただまだそれ確認中ですので、あまりそれ自体はその100のとこ24から大きく増えるということはなさそうだというようには聞いております。だからそれで通常の医療も東京都これ20日のデータが出てますけども、通常の医療もが大きく制限されていると思われると、東京都はこう言ってますよね。東京都の保健局の発表。はい、すみません、ちょっとそこは私どもでは把握しているわけではないので。東京都が発表していることも把握はしてないということですか。20日、20日のその詳細についてはちょっと私が把握してないだけだと思いますが、重要なことなんで申し上げておきますと、これ前回も1月の時ですね、東京でもあったんですが、つまり入院すべき方が入院できずに亡くなっている方は何人ですかと言った時に、把握してないという話なんですよ。ところが蓋を開けてみると多くの方がお亡くなりになってたわけですね。涙を飲んで入院できれば助かっていた命が。ですから何度も当時も言いましたけど、警察と協力してですね、ぜひ早急に、今現在いらっしゃると思うんですよね、入院できずに、自宅でですね、この124人の中、すべてとは言いません、124人の中で、今手続き的に待っておられる方もいらっしゃると思いますが、この124人のカウントに入ってなくてですね、入院できてない方も多くいらっしゃいますので、ぜひ正確な数字を把握して未然にですね、最悪の事態を防いでいただきたいと思います。ご質問ご意見いかがでしょうか。いかがですか。はい、どうぞ。はい、ここの質問項目以外で、いや、他にも結構ですよ。どうぞ。はい、どうぞ。あ、じゃあちょっと質問項目以外なんですけど、いくつか報道、気になる報道があったんで伺いたいんですが、まず
PCR 検査のキットが足りなくてですね、PCR 検査が実施できないケースが、かなりあったという報道がありました。ごく最近ですけれども、それに対してですね、どういう対応をしたのかというのが1点と、2点目がアメリカ選手団がですね、体操ですか、選手村入らなかったということなんですが、実際に選手村に入らなかったケースがアメリカ選手団以外にもいるんじゃないかと思うんですけれども、それと日本人の選手って選手村に入ってんでしたっけ、そもそも。そこのところもちょっと報道がなかったので教えていただきたい。それから3点目なんですけど、警備の機動隊の方がですね、これどうもクラスターになっているようですが、待機場所がですね、例えばその洗面所とかトイレとかそういうのが共用ですごく狭いところで、それでその感染が拡大したんじゃないかっていう報道をどっかで耳にしたんですけれども、これについてですね、これは兵庫県警だと思いますけど、他にもいっぱい全国各地から来ているんで、この警察関係のそのクラスター対策ってどうなっているのかっていうのを教えてもらえませんか。以上3点。まず、PCR 検査、キットの、不足というか、ほど私も、目にしましたけど、ちょっと詳細を確認をさせていただきたいと思います。ちょっと報道で見ましたので、ちょっと詳細を確認を、はい、原則は抗原検査、はい、ちょっと検査キットですね、報道のちょっと詳細を、もう一回確認をさせていただきまして、事務局内でいろいろと確認をさせていただきたいと思います。であと、アメリカ以外 その選手団の方で選手村に、以外のところに宿泊されているかどうかということと、日本人選手で選手村に滞在していない方、ちょっと詳細を、先ほど原口先生からのご質問のとも関係すると思いますので確認をさせていただきたいと思います。試験ですね、報道では選手村に入るところを結構プレアップされたりしますので、ちょっと正確な情報を確認をさせていただきたいと思います。ちょっとその点も含めまして、はい、確認をさせています。であと、機動隊 の警察関係の方の、感染状況でございますけれども、こちらまさに今朝の報道で、今朝7月26日ですね、今朝の報道であったと認識してございますので、こちらも、至急確認をさせていただきたいと思います。これ新たに感染が見つかったというのはもうすでに出てるんですよ、これニュース自体は数日前から、うん、出てる。ちょっと私の、認識してますところでは、今日の報道でちょっと明確に意識を持った次第でございますので、その点につきましては、ちょっと非常に申し訳ないでございますけれども、ちょっと、本日確認は、回答差し上げる、材料ございませんので、至急確認をさせていただきたいと思います。やっぱりね、国会を開いてほしいと思うんですよ。だってこれほど国民が心配しているのに、出てきているデータは7月14日ってこれもうオリパラが始まるずいぶん前の話じゃないですか、ね、連休があったから仕方がないかも分かんないけどということは、こういうデータでやってるということは、今 その本部長もこのデータで判断してるっていうことですか。7月14日時点のデータで今感染がどうなってるかっていうのを本部長たる総理もですね、判断なさってるっていうことですか。いえ、それは、あくまで公表版でございますので、都道府県にしっかり確認して各都道府県にそれで公表できるというふうに確認した上で出しているものでございます。暫定というか、その時に例えばその直接聞いて分かるもの、都道府県によっては自ら公表されているものとかもございますので、私が言ってるのは政策責任者、この国の国民の命となので、その判定版の方を使って見て総理の方で見ているということは、じゃあ僕らにも暫定版出してくださいよ。それをもって判断しようとしてるわけだから、私たちには公表版を渡して総理には
あの暫定版の一番新しいのを渡してるっていう、あ、同じ形ではなくてですけれども、あの例えば都道府県であの個別で、例えば東京都であればそれこそ毎日個別で公表されている数字とかがありますので、それをもちろんそれも合わせて見ていただ いているというか、あのお示しした上で、あのいろいろこう検討というか状況を把握しているというところであります。すいません、あの話が戻ってすいませんが、私もお弁当のことはちょっとひどいと思っておりまして、今日の話でもてか、なぜまずお弁当が廃棄されているんですかということは聞かれたんですか。それと実はそのボランティアは無観客になったのでそんなにいらないと思うんですよ。でこのボランティアの派遣はパソナが引き受けていて、こんな無観客になってボランティアがいらなくほとんど、まあ、減ってると思うんですが、ボランティアの登録はいくつで何人でどれぐらい今出てるんですか。でこういうふうにあの変更すると、パソナなどに払う金額っていうのは変えるんですか。それを教えてください。まずお弁当の件につきましては、報道があったので、その事実関係を確認してくださいということで、組織委員会の方には申し入れをしてございます。で、ボランティアの関係のその、なんて言うんでしょう、まあ、経費の見直しですとかは、一旦持ち帰らせて確認をさせていただきたいと思います。あの確認して教えてください、はい、ガバッとボランティアが減って、はい、金額が変わったかどうか教えて、いくらなのか教えてください。承知しました、確認させていただきます。あのいくつか聞きたいんですけどね、あの山梨さん、さっきの7番の話ちょっと質問のいいですか、はいはいはい、あの対戦相手が濃厚接触者と分かった場合に対戦を拒否することができるのかと、で拒否した場合は、不戦勝なのかそれとも不戦敗なのかと、これはどうなんでしょうか。あ、すいません、あのこの質問6と7はまだご回答申し上げてなかったので、ね、すいません、ここでご回答させていただきますと、濃厚接触者のですね、競技参加についての方針を理解しですね、同意していることが、まあ、大会参加の条件となっておりますと。でその上でですね、まあ、組織委員会において、これやはり濃厚接触者という、まあ、そういう、やっぱりそういうものでございますので、やっぱり IF とのですね、まあ、丁寧な、まあ、調整というのは必要だということでですね、そういった調整を行われているものと、まあ、承知しているところでございます。濃厚接触者と試合をするということもあらかじめ ありますよということを了承して参加しているということですか。はい、その通りでございます。ただあのこの問題はですね、やはり、濃厚接触者ということもありますので、やはり組織委員会においてはですね、 IF あの国際競技連盟等々とですね、丁寧な調整というのは必要だということでですね、あのそういった調整を行われているものと、まあ、承知しているところでございます。あの15日の日に内閣官房と組織委員会がオンライン説明会を保健所などとですか、やったということですよね。それで20日にメールで正式に回答したというんで、これ私あの赤旗からの報道から知ったんですが、あの同じ質問をして、それであのプレイブックで一定の条件のもと濃厚接触者の競技参加可能である旨明記されており、同意が参加条件となっているので同意しない選手はいないものと考えるって、だから結局これ対戦させられるし拒否することができないっていうことになるんじゃないですか。どうですか。あ、先生ご質問ありがとうございます。あの、説明会においてですね、あの今先生がご紹介いただいた通りですね、まあ、組織委員会からの回答ということでですね、まあ、プレイブックにおいては一定の条件のもと、まあ、濃厚接触者のですね、競技参加は可能である旨明記されており、まあ、同意が参加条件となっておりということですね、関係者にお伝えしているところでございます。ただ、まあ、あのその上でですね、まあ、今回こういったあのヒアリング あのご質問もあって改めてあの組織委員会にですね、きちんとあの確認をしたところ、それはまあ条件は条件だけれどもと、そのやはり実際ですね、起こったときにしっかり調整していく、そのときにはですね、まあ、IF とのですね、まあ、丁寧な調整というのはやっぱり必要なんだと。いやいや、でもそういうのを条件にしていること自体が人権上問題じゃないですか。濃厚接触者という中にはですよ、感染者もおられるかも分からないじゃないですか。我がサッカーチームもね、それでやったわけですけど、あれ拒否しようと思ったら拒否した方が負けになっちゃうんでしょ、今のことだと。
そこはあの組織委員会がですね、こう IF との調整の中でですね、そういったことも含めてですね、決まっていくものと伺っておりますけれども、まあ、いずれにいたしましてもですね、選手についてもですね、毎日原則検査も行われますし、さらに濃厚接触者になればですね、さらにあの PCR の検査、そして試合の前にはあの6時間前以内にはですね、さらに PCR の検査を行うなどですね、追加的なですね、感染症対策を講じた上でですね、あのしっかり、しっかりとですね、対応していると、することになってございます。これまずその前、あの6時間前の、陰性っていうその根拠は何ですか。いや、その時に陰性でもその後陽性になる可能性あるじゃないですか。あのそこにつきましてはですね、あの一番いいのは当然ながら試合開始直前なるべく近いタイミングでですね、検査をし、その上で試合開始前までやはりですね、陰性の結果が出ないとですね、試合というのは開始ができない。なんですけれども、そこを全体のオペレーション、そして PCR 検査がですね、実際どれぐらいかかるか、そういったことを勘案してですね、6時間以内を目安にということをされているということでございます。ちょっといいですか。そうすると自分が対戦する相手が濃厚接触者かどうかは教えてくれるんですか。これについても繰り返しになりますが、組織委員会においてこう IF との調整の中でですね、そういったことを含めてですね、いろいろ調整されるというふうに伺っているところです。じゃあ教えてくれないの。例えば中身分かんないじゃないですか、選手から。いや、例えば柔道とか濃厚接触というか、まあ、あの非常にリスクがあると思うんですが、相手が濃厚接触者かどうかは分からないで試合するっていうことになるわけですか。一切それは公表されない。繰り返しになりますけれども、組織委員会ではこう IF との調査の中で決まっていくというふうに聞いてございますが、少なくともあの南アフリカのサッカーにおいてはですね、相手国、本国が公表した、あれ南アフリカ、あ、南アフリカが公表したから分かったんで、本国が公表したから、だって誰も言ってないじゃん、日本は。しかも選手ごとには言ってない。言ってない、分かんない。いや、これ IF を通じてですね、あの調整をされたという話は、まあ、あの運営の可否も含めてですね、いろいろなことがですね、調整されているというふうに伺っているところでございます。じゃあ日本の選手は、サッカーの選手は誰が相手国南アフリカ、あの人は濃厚接触ですよと教えてもらったんですか。確認されました。これ組織委員会によればですね、あの今回 IF の調整の中で、対戦国相手はですね、承知しているものと伺っていると、まあ、そういう回答をいただいているところでございます。ちょっと時間がないんで、あの子どもをあんな遅くに出したのはあれ誰の判断ですか。それあの条例違反でしょ。開会式の、子どもの、確認を早急にさせていただきます。あのすごく大事、今の話。あのね、私も確認したんです。11時44分午後ですよ、聖火リレーに東北3県の中高生が参加していると。11時20分に、東京と福島の高校生が合唱されてます。10時43分にはパフォーマンス箱野で、多分、中学生あたりかなという子が入ってます。今日厚生労働省に確認しましたら、15歳未満は20時から朝の5時まで原則ダメですよと。それからそれ以上の18歳未満の人も22時から5時まで原則ダメですよと。じゃあそういう判断なんですよ。お宅の方はどういう判断、どういう契約含めてやってるんですか。その点もご指摘の点を含めまして、組織側に確認をさせていただきます。はい、中澤さんどうぞ。これそれでですね、ちょっとこれ東京都民が被害を受ける、まあ、国民が被害を受けるわけですので、もう一回確認したいんですが、1時間ルールということも言われておりますが、そうするとホテルから出る方すべてをお茶っていうソフトをアプリを確認するということですか。そこには必ず、この方が2週間以内なのかどうかっていうのが明記されるということですか。つまりどなたがオリンピック関係者か、一般の方と混在して泊まってるんで、この胸にプレートをかけて外出すればいいんですが、外出プレートかけてない方もおられるんで、全員に確認してそれぞれの名前を書かせて、ここから出た時刻を明記させると、こういうことを必ず出入り口でやるということですか。組織委員会から伺っているところでは、ご指摘のような、運用の、方法になりますけれども、その実態に、運用実態ですね、こちらにつきましては改めて、組織委員会の確認をさせていただきたいと思います。私はそれね、非常に不十分だと思うんですね。そうすると1時間ルール、15分ルールも
まず記入しなければ全くわからないわけですから、ここ相当重要ですよ。オリパラ関係者がホテルに泊まって街中を出られるわけですので、ぜひですね、きちっとやっていただければと思います。今週は閉会中審査もありますので、もう野党ヒアリングは今日1回ということにさせていただきますが、まあ、今おっしゃったように現時点では1時間ルールということがまだ続いているわけですから、1時間だったら入国初日の人も自由に出歩けるということで、本当に早急にそこは取り締まっていただいて、かつおいしいものを食べられるようにデリバリーとかウーバーイーツを外国の方には充実させていただきたいと思います。終わります。ありがとうございました。あ、はいはい、どうぞ。すみません、答弁の補足をちょっと一点させていただけたらと思います。1点目ですね、PCR 検査のですね、ご質問出たとかと思うんですけれども、対象は、まあ、選手においてはですね、原則抗原定量検査ということでございますけれども、その他関係者について合わせてちょっと確認をさせていただきたいかと思います。これ1点目でございます。で、2点目がですね、すみません、質問2のですね、回答の選手16名のうち選手村の中は何名なのかというご質問ございましたけれども、先ほど こちらでカウントをしてましていたしまして、まあ、組織委員会で公表した資料を事務局で手でカウントした、今この場でカウントした数字でいうと16名のうちですね、7名が選手村の中での発生者ということになります。以上でございます。はい、ありがとうございました。どうも長時間ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。